どうもこんにちは、中村ジオの時間です。本日もよろしくお願いいたします。ということで今日もやってまいりましょう。はい、今日もっていうねレベルじゃないですよ。最近2週間に1回とかにねこれなってて、実はこれね収録ちゃんとしてるんですけど、毎週もう出せたもんじゃないんですよ最近ね。もう闇が深い。もう前回もうここ1ヶ月ぐらいかな、まあ、聞いていただいている方はね、なんかこう、あれなんか中村ちょっと様子おかしくないかっていうのをね感づいている方も多いんじゃないかと思いますが、もうお察しの通り、もうがっつり僕メンタルやられてましてですね、まあこのねラジオの収録したものちょっとね、あ、いろいろとミスとかね、いろいろこう音量の調整とかいろんなことを理由になんかちゃんとチェックするようになってるんですけど、自分が収録したものを聞き返しちゃうとなんか怖くなって出せなくなっちゃうんですよね。良くも悪くもこのねこう撮り直し、してしまうとなんかもともと喋ってたところがうまく伝わらないというか、こう熱量が変わっちゃうし、かといって聞き返すとこんな自分の声をこう世間様に届けるのはもういかがなものかみたいなことにビビってしまって、まあ、全然出せなくなってたんですけど、まあ、なんとかなんとかねこれ克服しなきゃいけないなと思って、今回からちょっと構成を、変えていくことにしました。なんか本当ラジオの台本っぽいものを作成して、まあ、台本って言っても何喋るかはあんまり決めてはないんですけど、構成そのものを作って、まあ、ちょっと調べたらですね、どうやら、番組の冒頭のこの時間、こうジングルより前に喋るアバンなんていう、 こうイントネーションなのか分かんないですけど、なんかそのアバンっていう時間があったりで、ジングルこうオープニングを挟んで、コーナーが1つ2つ3つみたいな感じで、最後なんかこうエンディングでちょろちょろっと喋ってみたいな、ラジオそのものを30分ぐらいの尺っていう風にある程度限定してですね、まあ、もう少しこう、このラジオそのものをですねギュッと濃縮できるようにと思いましてですね、今回からちょっと構成を変えさせていただきました。で、そのコーナーに関しては、まあ、これからいろいろ試していろいろ聞いてみながら、評価をねどうつけるかよく分かんないんですけど、まあ、自分で良かったなとかあんまりこういまいちだなとかっていうやつはこう切り捨てながら、まあ、ひとまずコーナーを3つほど作って、で、コーナー1個ずつ入れ替えながらなんかこうテストできたらいいなと考えております。まあそんな感じで今日のラジオはやっていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。中村ジオの時間です。で、こんにちは、中村ジオの時間です。よろしくお願いいたします。さあ、まあ早速ですね、まあ、コーナー1っていうタイトルで作ってるんですけど、これあの以前設置した質問箱っていう、アプリから、まあ、なんか質問いただいて僕がそれをお答えするっていう形の、まあ、そういうのをやっていきたいなっていうことで募集してるんですけど、これ多分ね自動的にこのアプリそのものになんか簡単な質問が入ってくるようで、多分ですけどね、本当送っていただいた方がいたら申し訳ないんですけど、今んとこ届いてるのはロボットっぽいなと、ボットっぽい質問が多いなっていう感じで、だからなんかね、こう確信をついたというか、こうピンポイントの質問とかまだ来てないんですけど、まあ、よかったらぜひぜひツイッターの方から、ツイッターの一番上投稿のうちの中村ラジオの時間ですっていうね、中村レディオタイムっていうアットマークレディオ、アットマーク中村ラヒーヒー、今日もねヒーヒーフやっていますが、アットマーク中村レディオタイムっていうねアカウント作ってツイッターやっておりますので、よかったらそのツイートの一番上に、トップヘッダーのところにこうずっとね固定してる質問箱にぜひ質問をいただけたらなと思います。まあひとまず今日はね、まあまあボットの質問にお答えしながらちょっと進めていきたいなというふうに思っております。まあ、質問最初一発目、今まで一番お金をかけてきた趣味とかありますか。
これはね、もうどう考えても散髪屋への投資が一番でかいですね。で、まあ趣味にっていう、一番お金をかけてきた趣味ってあるんですけど、まあもうね、趣味も仕事もそんな大差ないんですよ。趣味みたいなもんですからね。自分の趣味趣向ですから、好きなことをねしながらお金を稼いでいるわけなので、もう一番お金かけてきたのなんだろうなって、もう思い返すとどう考えてもこれは散髪屋なんですよね。でもちろんこうかけた分の投資を回収しながらこの趣味はやっていることなんで、だからね、一般的な趣味とはちょっと違うかもしれないし、この質問の意図してるとことはずれてるかもしれないんですけど、まあそう考えるとですね、なんだろうな、こう勤めてる期間ってすごく短くて、僕23の時に独立してるんで、正直言ってあんま給料もらった経験がないんですよね。お給料もらってた期間が、社員として働いてた2年半ぐらいと、あとアルバイト何個かやった経験があるぐらいなんで、全部合わせても500万にならないぐらいかな、500万ぐらいかな、今までの経験上、僕のサラリーマンというか、なんだろう、その、労働賃金みたいなことで言うと、多分生涯的には500万ぐらいだったってことになると思いますし、今後も、できたら誰かの下で働いたりするのは避けて生きていきたいなっていうのが自分のこう希望になっていて、まあそんな感じですかね。まあやっぱ散髪屋面白いんですよね。まあ趣味として捉えると本当面白くて奥が深いし、まあ、もっともっとね追求できたらいいなと思ってます。はい、次の質問、気になっている人はいますかっていうね質問です。もうこれはですね、世界中にたくさんいますね。もうあんま僕人に会うのもともと好きじゃなくてですね、もう喋ったりするのもかなり億劫で、電話もねお店に設置してませんし、この事業用の電話そのものはもう2年ぐらい前に撤去して、もう一切鳴ることがない状態なんですけど、それぐらいあんまりね、基本的に人に会うのあんま好きじゃなくて、でもねやっぱ自分が会いたいなと思ってる人は結構いっぱいいますね。もうほとんどは散髪屋さんたちですけど、もちろんそうじゃない人も含めて、まあ、たくさんいますね。まあ、どっかで会うんじゃないかなって思ってます。そのなんかタイミングが来ると思いますね。もう自分からもうドーンと行っちゃうこともあると思うし、そうじゃなければ、まあ、会いたいなと思ってる人には大概会えるのかなと思ったりして生きております。まあ、気になる人っていうとね、まあ、女性で気になる人、まあ多分この質問の意図はこういうことなんですけど、これ僕やっぱりね、嫁さんが大好きなんでどうしようもないですね。こうポジショントークじゃないですからね、もう本当にそうです。今なんか誰か女優さんとか、まあ、そういうのを思い浮かべようとしてって、ああでもね、加賀まりこさんに会ってみたいですね。こう昔から好きで、加賀まりこさんのなエッセイみたいなのをね、あれ二十歳ぐらいだったかな、池袋の西部か東部かな、なんかデパートがそんな名前のやつが駅にくっついてるところがありましてですね、人と待ち合わせしてる時に、まあちょっと時間が思った以上に空きそうだったんで、本屋さんに寄ったんですよね。その時に見つけた加賀まりこさんのエッセイ集みたい、エッセイ集かな、自伝見た時にもうちょっとねすごいやられちゃったんですよね。加賀まりこさんにはちょっと会ってみたいですね。あと夏木マリさん好きだったんですけど、夏木マリさんはね僕会ったことがあって、まあ、会ったことがあるっつったって、なんかね楽しくおしゃべりしたわけじゃないんですけど、専門学生の時にドラマの撮影が学校で校内であって、その時に、夏木マリさんがねこう自分たちの前で喋ってたんですよ。で、まあ、その収録でですね喋ってたんですけど、ちょうど僕の座ってる座席の前に主人公の女の子がいるていみたいな、実際には座ってないんですけど、収録そのものの時には座ってなくて、で夏木マリさんがその主人公の子に話しかけるっていうシーンを撮ってる時に、僕その座席のすぐ後ろの席、なんかまあ空席なんですけど、僕の前は誰も座ってない状態だったんですけど、その時にその夏木マリさんから、まあ、とりあえずそこ主役の子が座るとこだけどいないからあなたに話しかけるねって言って、僕こうね指されて指名されたことがあって、
めちゃめちゃ緊張しましたね。もう 目が離せないというか、うん、実際にはね、よく考えると僕の方に向かって喋ってるだけで僕の方は映らないんですよね。だって主人公いないから僕の方映されるわけじゃないんですけど、僕なんかねカメラを意識してめちゃめちゃ真面目な顔して夏木マリさんの話をこうね聞いてたのを思い出します。夏木マリさんもね、あのアルバムとかを買ってましたね、うん、なんでああいうの買ってたのかちょっと未だあの謎なんですけど、夏木マリさんのアルバムね持ってますね。聞いてました。車の中でもねしばらく聞いてましたね。ちょっとど渋いやつです、まあ、あのリンク貼れるかな、まあ、あのもしかしたらアマゾンとかであのリンク見つけれるかもしれないんで、まあ、あればねショーノートの方に貼っときたいなと思います。次の質問、2週間休みがあったら何しますかって、これでもバーバー巡りますよね。2週間あったら結構回れるなと、まあ、髪切り行きたいし、まあ、何よりまあ、さっき言った会いたい人結構いるなって感じで、はい。次の質問、もし自分が総理大臣になったらどうしますか。まあそんなのは世も末ですよね。あのとりあえず最初にやるの総辞職っていうねやりたいなと思います。はい。次、最近すごい笑ったことってありますか。まあ、もう基本的にゲラなんで、まあ、結構笑うんですけど、最近はね笑顔が消えてるかもしれないですねいや本当にって感じです。まああの理由も後でちょっと喋ろうと思ってますが、あの闇ラジオをお送りしております。はい。次、人から信頼されるために気をつけていることは何でしょうか。これねあんまり気にしたことないですね。信頼されるために気をつけていること、あんま他人にどうこう思われることに対してちょっと鈍感なところがあるので、まあ、自責の念に駆られてこうへこむことはあるんですけど、普段あんまり気にしてないですね。信頼されるために気をつけること、なんだろうな、人の信用、まあコツコツ真面目にかな。なんだこれ。まあいいやもう。はい。次、ニキビができたんだけどとっておきの直し方とか知っていますかってね、これもう潰せ。はい。次、理想は高い方って言われますか。まあ理想、何の理想ですかね。理想は高い方って言われないですよね。そんな話になったことがないって感じですよね。うん、まあ、こんな感じですかね。質問箱以上ですね。まあ、ぜひぜひあの質問箱を設置しておりますので、何か僕に関する質問、まあ何でもいいですけどね、まあ、くだらない質問でも、なんかちょっと込み入った話でも、なんか質問があればぜひツイッターの方で質問箱に投稿してください。お待ちしております。ということで、まあ、こうニュースのコーナー、これまあ以前もやってたんですけど、まあ、これ引き続きこれはねやっぱやっていった方がいいなと、まあ、コーナーの2つ目に設置してみました、まあ、今日はね1発目、まず、放射能だった僕が放射能のことを勉強した結果ということ、まあ、ニュース記事っていうよりこれノートっていうね、アプリにアプリのリンクですかね、まあ、こう放射能だった僕が放射能のことを勉強した結果っていう、この放射能、最初の放射能はあの例の脳みその方の脳だった僕が、まあ放射能、まあこれそのままですけど放射能のことを勉強した結果っていうね、これ結構ねいいまとめなんじゃないかなというふうに思ってます。まああの 3.11 のねやっぱこう震災以降放射能に関すること、結構いろんなデマも含めていろいろ出回ってますが、まあ、大半の人はですね、まあ、あんまり正直興味ないんじゃないかなと思います。まあなんせちょっと難しいというか、まあ、専門的な知識とかないとあんまりねよしあしよく分かんないですよね。だから、まあ、そうなってしまうと僕も含めて、まあ、この手のやつはなんとなく感覚というか、まあ、デマだったりとかも含めて感覚的にジャッジしてるような気がするんですよね。でまあ、これについていろいろとこう専門家というか、まあ、この記事の中では第一種放射線、取扱主任者っていう国家資格を取得した人にこの筆者の方が質問してるっていう、まあ、そういう記事になってて、まあ、結構ね面白いというか、そんなこう細々と放射能のことをすごくこう
語ってるっていうよりは単純な一般的な疑問をぶつけてそれに答える形になってて、これすごくいいなと思います。これまあリンク貼っときますんで、ぜひあの時間ある方読んでみてください。まあ、そのいくつかというか、まあ一個ずつちょっと読み上げていこうかな。なんかこう例えば福島の食べ物ってぶっちゃけ安全なのっていうことで、まあ、この疑問結構あると思うんですよ。もう海産物とかはどうなんだろうとかね、いろんなことを思ってますけど、正直な話、まあ、この中四国、関西圏より西ぐらいかな、よくわかんないですけど、どのぐらい福島の食べ物がこっちまで流通してるのかよくわかんないんですけど、僕もスーパーにね頻繁に行くわけじゃないですけど、あんまり見ることないんですよね。福島県産何々みたいなやつを見かけることがあんまなくて、実際にあったとしてもやっぱ敬遠して買わない人結構いるんじゃないかなと思いますね。当の僕とかもやっぱ子供にじゃあ福島県産のものをあえて食べさせようかなみたいなことはやっぱ思ってないですよね。俺正直この記事読んでも未だにそう強く思わないです。わざわざ食べさせようとは思ってはないんですが、ただ仮に福島県産の食べ物があった時にどう考えたらいいんだろうなっていうことのこう参考にはなったし、まあおそらく僕は躊躇しなく食べれるかな。子供に食べさせるかっていうと、こう全てのね検査とか基準とかをね信用してるわけじゃないんで、その福島の食べ物実際どうかっていうことはまあ別として、まだ拭いされないこうね洗脳みたいなのがあるかもしれないですけど、一応これねこの中では、例えば福島近隣の都道府県の都道府がないのか都県の、農産物海産物は放射線モニタリング検査をしていますって、まあ、これ全部してるっていう話ですよね。これは割とこう震災以降ずっと土壌の検査とかもねしてて、聞いたことあるなっていうのは、まず他の地域よりもより厳密に規制をかけていてかなり安全だっていうことはね言ってる方がまあやっぱちらほら見かけてたなって感じがします。なんかそういううっすら記憶ですけどね。で、基準とかを緩和したんじゃないかっていうねことを、言ってる吹聴してる人がいるんですけど、これに関しては完全にこう食品に関しての基準が緩和されたっていうのはもう完全にデマだっていうふうに書いてますね。2012年以降、まあ、むしろ厳しくなっているっていうねそういうのが実情だそうです。でその他何かこう食品に関すること以外の基準ってどうなったかっていうと、これ緩和されたわけじゃないけど平時の基準と避難勧告基準っていう2つの基準ができたことを受けて緩和されたと勘違いしている人が結構いるっていうのがねこう勘違いの原因だっていうふうに指摘されてますね。平時基準っていうのが一生そこに暮らすことを前提とした基準で、この基準内なら一生そこに住んでても別に問題にはならない、まあ、直ちに被害がないみたいなこと言ってたな、そういうところも含めてなのかもしれないですよね。まあ、これはまあずっと後の話ですけど、専門家的にはそんなに今すぐ逃げなきゃいけないみたいなことではないよっていう基準と、あとは避難勧告基準っていうのがこの一時的ならこの基準で暮らしてても大丈夫っていう基準が避難勧告基準らしいです。で平時基準よりは緩く設定されてて、20倍ぐらい緩いらしいですね。でこれはですね国際基準で決まっていて、これを超えてくると一時的にも住んではいられないので避難した方がいいですっていうね、20倍を超えるとっていうことですね、平時基準の。でこの平時基準っていうのは、なんだろうな、避難基準そのものは国際基準としては最も厳しいレベルらしくて、1年間あたり20ミリシーベルト、まあ、シーベルトっていうのは外から受ける放射線ですよね。で、まあ、後で出てきましょう。ベクレルっていうのは内部被曝した場合の被曝してる時の数値で、この年間あたり20ミリシーベルトっていうのは外から受ける影響の年間分で、これが5年間続くと100ミリシーベルトになって、この
よくデマを流す人たちが100ミリシーベルトなんてこうガバガバすぎないかみたいなことをね、なんか言ってる人いるらしいんですけど、まあ、これはあんまり僕見かけたことないんでよく分かってないですけど、もう5年間の平均値がこの100ミリシーベルト以内であれば、まあ、あの避難勧告基準としては問題ないのかなっていうレベルだそうです。で、まあ、この100ミリシーベルトっていう数字だけを煽って、これをね5年の平均という言い方をせず、なんかこうこんなガバガバ基準危ないぞっていうことをなんかデマをね流してる人たち結構、まあ、いると。でデマって分かってて言ってる人もいれば、多分ほとんどの人はよく分からず、放射能ですよね、まあ、脳みそがもう本当にドロッといっちゃってるのかもしれないですけど、まあ、そういうことを言ってる人がいるらしいですよね。まあ、まあ、まあこの手の数字のからくりはねよくありますよね。まあ、なんかその他にもこう人工的な放射線となんかその他どうのこうのとかね、セシウムがどうとか、まあ、その辺の話がこう基準の話がわわわっとこう書かれておりまして、なんかね僕ちょっと気になるところがあったんですよね。これね、水飲んで被爆してた話か、これか、この辺だな、甲状腺がん、違うか、あれ、まあ、ちょっと待ってくださいね、どこだかな、どこだかな、ちょっとね この辺はあるぞあるぞと思ったやつがあったんですけど、どのエピソードか忘れちゃった、一応なんて、あれどれだっけな、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 あ、この辺この辺、やっぱ合ってた、内部被曝のところで、まあ、これ100ベクレル、うわこれ どうやった間をねちょっと説明をすっ飛ばすとちゃんと伝わるかどうか分かんないんですけど、だからさっき言ったようにこう内部被曝をしてる 数量というか、その基準が100ベクレルっていうのを何か単位にしてるみたいなことが冒頭あって、この基準値を一生ずっと食らい続けた場合、年間あたり100ベクレルっていう放射線をこう内部被曝 し続けた場合、まあ、どのぐらいで死んじゃうかっていうことを書いてあって、まあ、ここにいる専門家の人ですよね、この人の発言で言うと92歳ぐらいで老衰で死ぬと思うっていうふうに書いてて、まあ、結局その被曝してる量基準からすると被曝してるけど、あのそれが原因で死ぬことは考えづらいっていうことをね言ってるんですよね。で人間の体の中っていうのは4000ベクレルぐらいの放射線がまあ常にあって、常に内部被曝してるっていうこう話なんですけど、まあ、これをねこうまあ本当1ベクレルでもあったらまずいんじゃないかとかね、もう内部被曝なんてもってのほかだみたいな、もう完全に全否定するような意見も結構出回るし、まあそのあんまりねこうちゃんとした情報が何なのかって精査できないとやっぱ不安は大体あるわけじゃないですか。で甲状腺がん増えたんだろうみたいなこととかも、まあ、検査して増えたけど、その他の地域でも別に同じだと思うよとか、そもそも甲状腺がんって、手術して取ったところで死亡率は変わんなかったよとか、これ韓国の話らしいんですけど、韓国はなんかその震災直後に甲状腺がんのこう発生率っていうのをこう調べたらめちゃめちゃ増えてしまって、そのスクリーニングがめちゃめちゃ増えて、でバンバンこう手術して切っていったけど、結局それに対してこう死亡率は変わんないっていう、以前と一緒っていう、やるだけ無駄だったから、まあ、国際的にはもうこれやっても意味ないからやめちゃいましょうみたいなことになってたりするらしいんですけど、まあ、それを置いといて僕は何が言いたかったかっていうと、まあ、92歳で老衰するのが先だみたいな話で、これ僕らの業界でいうと結構シャンプーとかねこの手のやつで言われるんですよね。
こうシャンプー使ってずっと洗ってるとこう体内に吸収されてそれが原因でがんになってみたいなことを言ってる人たちがいるんですけど、あれって臨床実験を動物でもやったりするのかな、多分まあラットとかするのでこうねマウスかな、実験してると思うんですよ、皮膚のテストみたいなの でつけて原液つけてどのぐらいでこう発がんするかみたいな調べてたりすると思うんですけど、あれやっぱりね人間の基準でここに92歳で老衰って書いてある、これなんかこういう基準だったと思いますね、同じだったと思います。まあそれを使い続けたりして原液で塗り続けたとしてもそれで皮膚がんを発症して死ぬ確率よりも寿命で死ぬ方が早いから、これは基準値としては OK みたいなことで化粧品っていうのは販売されたりしてます。だからなんかねこの手の話はよくあのネズミ講の人たちがよく使うんですよね。ネズミ講とかもなんかネットワークビジネスとかやってる人たちがよく使う手口なんですよね。あの皮膚がんになるんですよ知ってましたかみたいな。でじゃあいつなるのかっていうと使い続けたところで寿命よりもっと後だとかね、そういう話になってるんですけど、そこ言わずにあのがんになるよっていう、まあがんになるのはなるんでしょうけど、あの続い続けたらねそれがあの何百歳でなるかみたいなね、何百歳ってちょっとね大げさに言いましたけど、まず人間の寿命よりずっと先の発生の可能性があるよっていうだけで、まあさほど人体にこう影響はないだけども、だけどもそういうのをこうベンチマークしてこう自分たちの商材は安全だとかね、まあそういう安全基準はもっと厳しいもので国際的にやっていてすごくいいものだから買った方がいいよとかね、生活必需品というか毎日使うもんだから安全な洗剤を買いましょうとかね、まあそういうことを言ってる人たちがあの世の中にはいるのですが、ネットワークビジネスとかマルチとかね、まあ、あれ自体のビジネスモデルをまあ何らこう否定することはないんですが、やっぱねこうちょっとバカを騙して金儲けしようみたいな精神を持ってる人たちもやっぱあの業界には多いと思うんですよね。 でそれを防ぐ手立ては何なのかっていうと、やっぱ自分自身だと思うんですよね。自分がきちっとこう理解するっていうことが大事で、まあ、騙されるやつも騙されるやつで、欲かいってね金と自由を手に入れるみたいな、時間を手に入れるためにこうネットワークビジネスはいいんですよみたいなね、マルチどっちがダメなのかな、なんかネズミ講って言っちゃうとダメなんですよね彼ら曰く、まあ同じようなもんだろうと僕は思うんですけど、ああいうのね好き好んでやってる人たちってのは基本的にはちょっとおつむ弱いか誰か騙してでもなんとかしてやろうみたいな精神の人たち結構多くいると。そうじゃないやり方してる人もいるかも分かんないんで一概には言えないですけど、まあ応援して多いのかなと思ったりしております。なんかそんなことを思いましたね。ニュースのエピソードね、他にもうちょっと喋ろうと思ってたんですけど、まあ、ちょっと決めてたコーナーの時間どんどん押しちゃってるんで、まあ、今日はこの1本だけにしときましょうか。はい、ということでニュースのコーナーでした。中村城の時間です。利用業のあれこれのコーナー、まあなんかタイトルがダサいな、なんかいいタイトルに変えたいですけど、ちょっと今ね何も思いついてないんで、とりあえず利用業のあれこれを喋ろうみたいなんでこうメモしてたんでそのまま読んだんですけど、これねちょっと時間押してるんで手短に今日は喋ろうと思うんですけど、利用業にまあ限らずなんですけど、今本当 PR の力っていうのを、まあ、いろんな業界どんどん個人でも発信できる時代だし、まあ、そう言われてねもうかなり時間は経っていますが、より顕著に最近はそういうことがこう身近になってきたんじゃないかなと思うんですよね。インフルエンサーみたいなすごいなんかこう魅力的な人じゃなくても一般の人でも結構バズり始めたりとかすることもあるし、なんかそういう PR の力って非常に重要で、それは戦略的にある程度やっていかないとたまたまじゃ当たらないっていう感じですね。ギャンブルじゃないし、そういう Tips をですね、僕の、広報稽古ですね、中村商店の方の稽古がですね NK、アンダーバー稽古っていうインスタのアカウントを作って発信しています。でこれ結構面白くて、まあ、結構うるさいですけど、ニワトリカッツね、ニワトリカッツねっていうツッコミもひどいもんですけど、面白いんですよ。結構面白いんですよ。はい。
いや撮り直そうかな、ここ非常に非常に撮り直したいですね。でこういうの聞き返すとね、こうボツになっちゃう可能性が高い。今日はだから聞き返さないで、まあ、30分過ぎちゃった、余計な話をするとね過ぎちゃうんです。今30分10秒過ぎました。手短にやっぱ PR の力すごいつけていかなきゃいけない、パブリックリレーションでしたっけ、PR で。こうインスタのハックについても情報発信してるし、それ以上に何を発信していくかとか、発信しようと思ったらそもそも自分とは何なのかっていうのをちゃんとメタ認知しなきゃいけないじゃないですか。だから自分を知るっていうことにつながるんですよね。アウトプットして PR していこうと思ったら、そもそも己は何なのかっていうことを知っていかなきゃいけないっていうね、逆説的ですけど、自分を固めるためにも、こうブレない自分を作るためにも、やっぱね発信って大事なんですよね。そのどうやったらいい発信になるか、まあ具体的に言うとフォロワーをどう伸ばすかとか、伸ばしたフォロワーにどんな影響を与えるかとか、どうやってこうリアクションを取れるかとかっていうのはテクニカルな部分も結構あるので、まあ、こういうのをねしっかり体系的にこう学べたらいいなと思ってます。かなりノウハウもできてきて、うちは今半年ぐらいの運用でうちの稽古をやりだして、フォロワー倍ぐらいにしてるんですよね。2000いくつぐらいフォロワー伸ばしてます。で、リアクションはそんなに増えてないんですけど、まあ、単純にフォロワー増にはなってますよね。興味を持っていただいた、インタレストした人が結構増えてるっていうことですね。ここからはさらにこう次の段階としてはやっぱアクションする人を増やしていかなきゃいけなくて、そういうこうね、ノウハウを蓄積しながら運営していくといいかなと思います。でこれに関しては来年ぐらいにセミナーをもう用意できると思ってましてですね、まあ頭の中でだけですけどね、大体こういうのはねずるずる先延ばしになって、なかなかあいつ言ってることやんねえなみたいな反応、まあ、皆さんあると思うんですけど、はあ、信頼されるために必要なのはこういうことですね。有言実行をちゃんとしなきゃいけないんでしょうね。信頼されるために努力してないから信頼されてないかもしれないですね。僕なんか今ちょっとハッと気づきました。最初の質問箱でね、信頼されるためには何がいるかみたいな質問あったんですけど、あんま気にしてないですねみたいな、人のことはあんま考えてないんでとか言ってましたけど、なんかクールだと思ってそういうの言っちゃってるんですかね、ダサいですね。信頼されるためには有言実行ですよ。まあね、やってるつもりなんですけどね、うまくいかないケースが多いってことでご理解ください。10試したうちね、1もうまくいったことがないかもしれないですね。100ぐらいやると1個ぐらい当たってるぐらいが僕の精度で、本当は2、3ぐらいに減らして精度を上げて 2、3 うまくやれるようになった方がいいのかもしれないですけどね、まあ、すごい気が散るタイプなんでね、まあ、あれやこれややってうまくいかないこう失敗ケースを増やしてるだけかもしれません。はい、というわけでね、まあ、こんな感じで、ね、コーナーを3つぐらい作ってちょっとこうテスト的に今後やっていきたいなと思ってますんで、ツイッターの方にもぜひねこんなコーナーやったらどうかっていうリクエストなんかもいただけると大変嬉しいなと思います。まあ、来週ねテスラの話とか本当はもうや話したいこと山ほどあるんですけどね、あんまベラベラしゃべった挙句結局ボツになる可能性が高いんで、もう今日はこんな感じで終わりたいなと思います。また次回もお聞きください。ありがとうございました。中村でした。さようなら。